おはよう、伊達くん。待ってたわよ。かぼちゃのお面をかぼっちゃおう。ちょっと行ってみただけよ。紹介するわ。幼なじみのマリオくんよ。たまに寂しくなったとき話を聞いてもらってるの。このペルシャ絨毯高かったのよ。いくらしたんだ？5億円。小学生かよ。タヌキのあそこの川って広げると8畳ぐらいになるって本当かしら。知らんな。そのボールを見ると高校の頃の彼氏を思い出すのよね。知ってるわ。あれからずっと喋ってないみたいね。どうやら失声症を患ってるらしい。今中央病院で医師の診察を受けてる。昨夜はずっと病院に？一晩中付き添ってたんだ。まあ保護者みたいなもんだもんね。ただの同居人だ。いずれにせよ、当分の間は事情聴取は難しそうね。なあ、昨日言ってた事件について教えてくれないか。あの、6年前に起こったっていう。ああ、その件については忘れてもらえる？あ？久しぶりに現場に行ったもんだから、ちょっとテンション上がっちゃって、それでうっかり口を滑らせちゃったのよね。そんなこと言われたらますます聞きたくなるだろうが。とにかく6年前の事件と今回の事件は何の関係もないのよ。関係ないことないだろう。昨夜模倣犯かもって言ってたじゃないか。そう、そこがポイントよ。模倣犯かもしれないのであって同一犯ってわけじゃないの。同じ犯人である可能性はゼロ、 2000% ありえない。だからあなたは過去の事件について知る必要はないってわけ。納得いかないな。言ってよ、お願いだから。マトリョーシカってボスみたいだよな。表向きの姿の中に別のボスがいて、その中にもまた別のボスがいて、どこまで行っても本当のボスにたどり着くことはできない。マトリョーシカには終わりがあるじゃない。最後に出てくるのは赤ん坊みたいにちっちゃなやつ。それが本当の私よ。
あのツリー昔からずっとあのままだよな。だってクリスマスは毎年やってくるでしょ。その度に出したり片付けたりするのめんどくさいじゃない。全員私の旦那よ。はいはい。なんでこんなもんがここに。核戦争になってここに閉じ込められても退屈しないようにと思って。昔シュプールってペンションで殺人事件が起こったの知ってる？たまにストレスが溜まった時にそれを打ち鳴らして発散してるの。知ってる。フロア中に響き渡ってるからな。ここをどこだと思ってるの？東京都千代田区霞ヶ関にある警察総合庁舎の地下よ。深さ30メートルのところにある地下6階のフロア。だからなんだよ。窓が一つもないから息苦しいのよ。殺風景で殺伐としてて。だからこうしてせめて身の回りの景色だけでも賑やかに。お祭りみたいで楽しいでしょ。この私を誰だと思ってるの？警視庁の特殊捜査班、アビスの指揮官であり、俺の直属の上司だ。名前は？そんなものは忘れた。6年前からボスと呼んでる。付き合い自体はもっと古いけどね。で？お前の名前と捜査状況と何の関係が？私のことをよく知ってるなら聞くまでもないんじゃない？やれやれ、特に進展はなしか。何でもいいって言われてもね。例えば、そう、アイスピックについてはどうだ？水木が発見された時手に持っていた。一応製造元は特定できたわ。でも全国的に販売されてる商品だから購入者を絞り込むのは困難よ。そうか。ただあのアイスピックの形状とガイシャの体に残されていた歯槽はピタリと一致した。付着していた血液もガイシャのものと全く同じ。つまりあのアイスピックが凶器である可能性が高いと。そう考えてほぼ間違いないよね。あのアイスピックは水木が持っていた。指紋は水木のものしか検出されていない。状況だけを考えるなら容疑者として一番近いのは。バカな、ありえない。だったらさっさと彼女の容疑を晴らしてあげなさいよ。同居人なんでしょ。沖浦蓮司は捕まったか？今所轄の警察署で事情聴取を受けてるわ。もちろん容疑者ではなくただの参考人としてね。あいつ昨夜は何してたんだ？何度も電話をかけたのに出なかったんでしょ。所轄の方からもかけたみたいだけど同じだったそうよ。捕まったのは今朝になってから。で事情を説明して証拠の遺体の確認に来てもらって、その流れで今は事情聴取を。そうね、ガイシャの名波祥子、
彼女に関する情報だったらデータベースに上がってるけど、あなたは特に見るまでもないでしょうし。最近の彼女のことはよく知らない。もう1年以上も会ってないんだ。とはいえ捜査班の誰よりも詳しいことに間違いはないでしょう。あなたをこの事件の担当にしたのはそれが理由だったりもするし。名波翔子、36歳、女性、目黒区在住。伊達とは5年前に沖浦蓮司を通じて知り合った。伊達と沖浦はいわゆる飲み友達であり、沖浦と翔子は当時婚姻関係にあった。子供は娘が一人、名前は瑞希。だが4年前に両者は離婚し、翔子は旧姓である名波を名乗るようになった。とりあえずこれだけ渡しておくわ。名波翔子の写真、聞き込みの時に必要になるでしょ。あなた携帯は持ってないんだしさ。喋った。園内から悲鳴が聞こえてきた。警察にそう通報してきた人物のことね。ああ、残念だけど正体はまだ。なんでわからないの？相手が名乗らなかったから。だが携帯の発信先を突き止めれば。それがね、公衆電話からだったのよ。どうして？さあね、何かやましいことでもあったのか、もしくは事件に関わってるか。オッス。オッスじゃねえよ。勝手に出てくるなって言ってんだろうが。別にいいじゃないか、ボスは知ってるわけだし。まあね。なあ、俺の左目についてだが。今はそんなこと話してる場合じゃないでしょ。英語の愛は日本語で言うと私。私って一体何なんだろうな。フランスの詩人アルチュール・ランボーはこう言ったわ。私とは一人の他者である。どういう意味だ？さあね、自分で調べたら。お前の左目になってかれこれ5年、私を知らないわけがないだろ。ところでボスにとって愛とは？ちょっと突然どうしたの？いいから教えてくれ。そうね、愛には見えず AI には分からず、愛の中で生じるもの。何よその反応。相立ちなしね。お会いに行く様。なあ、こ
いつの性格なんとかならないか。無理よ、私が作ったわけじゃないんだし。エンジニアのピュータに言ってくれる？だが指示を出したのはボスだろう。そうだけど、性格や言葉遣いまで指定したわけじゃないもの。ピュータの趣味なんじゃない？そうだろう、よく言われる。かわいげのないやつめ。かわいいのかかわいくないのか、どっちなんだ？最初に言ったのは冗談だ。冗談にしては面白くないな。どこが面白いのか説明してくれ。なんかお前イケメンだな。いやそれほどでも。伊達くん大丈夫？そろそろ投薬の時間か。やあこんにちは。俺こんにちは族は中国南部やベトナム北部に居住している中国最大の少数民族だよ。詳しいな俺。このぐらい常識だぜ。お前は誰だ？俺の名前は伊達要、警視庁の特殊捜査班アビスに所属している警察官だ。最近ちょっと運動不足でな。ふざけてるのか。こいつの正式名称は AI ボール。相棒って呼んでやってください。こいつの中にはとてつもなく優秀な人工知能が組み込まれています。現代におけるナノテクノロジーの粋を結集して作られた自律制御型の AI だね。思考の中枢を司っているのはウジャトシステムと呼ばれるメインプログラムです。さあ伊達さん、今日からこいつはパートナー。あなたの左のアイボールとなり、素晴らしい相棒にもなるでしょう。もう一度聞く、出てきた理由は何だ？ボスに報告したいことがあった。私に？そうだ、伊達に話してからボスに伝えてもらってもよかったのだが、それでは効率が悪い。二人同時に聞いてもらった方が時間の短縮につながる。結果的には大幅なタイムロスにつながってると思うが。だったら黙って聞け。通報者が誰なのか判明した。え？なんだと？通報に使われた公衆電話の場所は分かっていた。あの廃墟と化した遊園地ブルームパークの近くだ。そこで私は周辺にある監視カメラの映像を調べてみることにした。データベースにアクセスしたのね。そうだ、あの辺りは人通りが少ない。夜ともなればなおさら。通報があったのは午後9時過ぎのことだったが、その前後にそこを通ったのは一人だけだと分かった。画像解析の結果、その人物の顔が判明した。警視庁のデータベースに登録されている相棒だった。何者だ？松下太田、
男性、24歳。住所をマップにプロットしておいたので確認してほしい。以上だ、伊達くん。分かってる、行くぞ相棒。了解だ。嫌だ。命令だぞ。拒否する。全長390mm、全幅 224mm、 全高 136mm、 車体重量 832g、 前後ともにフリクションダンパーを搭載した電動ラジコンカーよ。なんでそんなに詳しいんだよ。昔ラジコンカーのレースクイーンをやってたから。